おはようございます。どうも、うまいです。竹で今年も買ってみました。シューシコーン、サッカーショップカモレプリカパックということで、サッカーショップカモさんのユニフォームが3着入った福袋ですね。要するになんだけど、今年のレプリカパックちょっと変わってて、今までは J レプリカパック、 J リーグの3チームが入ったユニフォームパックと、普通の海外のクラブチーム代表の3枚が入ったパックを買ってたんですけど、今年なんか分かれてなくて、レプリカパックっていう名前で、国内の J リーグのチームユニフォームか、海外のクラブチームのユニフォームか、海外の代表のチームのユニフォームの3着のうち、その3種類のうちのどれかが入ってるらしいんで、全部 J リーグの可能性もあるし、全部代表チームの可能性もあるし、全部クラブチームの可能性もあるっていう感じなんで、1種類が1つずつ入ってるわけじゃなくて、バラバラに入ってたらしいんでね。去年までは海外のユニフォームだったんだけど、今年はどうかしたら J リーグのチーム入ってるのかなと思います。あのね、俺ね、 J リーグだと川崎フロンターレを応援していて、ユニフォームを使ってて、で、ヨーロッパだとマンチェスターユナイテッド、マンチェスターユナイテッドとか、あとオリンピックマンセイユ、あとローマあたりを応援してるんだね。マンチェスターユナイテッドのユニフォームは全種類昨シーズン守ってんで、ホームアウェイサードなんで、去年のレプリカパックにはユナイテッドのおととしのシーズンのロナウドが帰ってきた時のユニフォームが入ってて被ったんで、持ってるのと所持してるのと、できればマンチェスターユナイテッドは回避したいね。嬉しいけどもちろん、なんで買ってもいいけど、でもユニフォームマンチェスターユナイテッドのユニフォーム持ってるんで、昨シーズンのは。じゃあ開けます。なんか箱小さくない？まだ3着入ってんの、こんなか。日に毎年なんか箱が小さくなってる気がする。おととしなんて袋入ってたね、カモナの同じ袋に。じゃあ行きますね。オープン、見ないよ、目閉じてるようで。あ、じゃあ、あ、切れてない。テープが。テープ剥がそう。じゃあ、開けますね。オープン、見ないで、見たいよ、見たいよで。つないよ。一番上に明細書は、ないか。つない。これ、一番上これ。わかるみんな。ないかな？俺見てないよ、まだ。見てないよ。せーの。どう、わぁ、いっぱい入ってんな。あ、まとめて入ってんだ。なるほど、なるほど。じゃあ、ちょっと分かった。じゃあ、それだけ開けるわ。それだけ開ける。よしよし。オッケー、それだけ開けた。で、段ボールに戻そう。段ボールに戻して、で、一泊ずつ開けよう。まず一番上、ここに行こう。見てない、上切ってるようで。せー、次行こう。置くか。置いてる。段ボール閉めるか。オッケー。いつないよ。せー、1着目、ドン！黄色？わかるみんな。ドルトムントか？ジフチバか？え？あ、コロンビアだ！あ、コロンビア、しかもこれ、最初じゃないの？アジダスの、やつじゃん。おー、マジか。アジダスのこれ、コロンビアってワールドカップ出れなかったかもね。すげえ！いや、おととし、去年の昨シーズンのことだったけど、あの、2022年のやつか。で、開けよう。コロンビアじゃん。コロンビアじゃん。コロンビアじゃん。トルトメントとかかなと思ったけど。へぇー、そっか、ワールドカップ選ばなかったもんね。選ばなかったけど、出なかったもんね、コロンビア。いいじゃないですか。アディダスのこの、振動が、いいですね。コロンビア選ばな、出なかったかな、代表。ワールドカップ、2番、でかっ！サイズいくつ？あ、ジャパンサイズ 2XL ですね。俺この XO 買ったんだけど、大きい。着てみる？コロンビアいいな。いいな、コロンビア。ハメス・ロドリゲスとか好きでしたよ、春川とか言った頃は。いやー、じゃあ、着替えますね。はい、ちょうどいいかな。ちょっと気持ち小さめだけど、レフトってるから。ここ、横にワイン、わかんないことだっけ？違う。赤、ワインレッドが入ってますね、ここに。暗いかな？わかる？こう。で、アジアスの3本線は黒ですね。コロンビアかね、ヨーロッパかと思ったら南米入ってんだ。南米の代表に入ってると思わなかった。ヨーロッパ代表の話も。
同期ですね、これは。まあ、コンビは、ロシアワールドカップと日本に対戦しましたしね。またワールドカップで2対1ですね。じゃあ、ストバックに行きましょう。ストバック2袋目、2枚目。いつないよ、まだ。せーの。ドン。お、あ、ユベントスだ。昨シーズンユベントスじゃないこれ。ごめんなさい、XO。ちょっと、ユベントスじゃないですか。ユベントスよく入ってんな。去年もユベントス入ってたよね。アウェイとサードが。ユベントスよく入ってんな。一番最初 XO ですね、これは。丁寧に紙が。おー、いいね、いいね。ユベントス。ジープ。これ、ジープの字かっこいい。いやでも走ってるね。ユベントスか。昨シーズンはちょっと大変だったよね、ユベントス。勝ち点剥奪とかで。でもかっこいいじゃん。今季日本は阪神タイガースって言われてる表だけど。俺は今季のも、この昨シーズンのも好き。イベントスいいね。裏は、サイゲームスどこも入ってないね。うち、なんか曲げ、レムつけようかな、イベントス。大好きをつけるとしたら、ポグバ。ポグバは、ワンジスタイルついてからだけど、好きだけど、ウラホビッチとかつきたいな。いいね、イベントス。昨シーズンイベントスです。来ますね。X とか綺麗かな。はい、ちょっとちっちゃいけど、ギリギリ切りました。下になんか着ない長袖とかは、夏に1枚で着るくらいにちょうどいいくらいですね。ウィントス。アディダス。これは前のロゴだね。なんか昨シーズンですね、これは。ウィントスの意味でも最初はええと思ったけど、ナイトだ。かっこいいっすよね、ミナイトだ。ジープ。ウィントスめっちゃ集まるな、去年もだけど。俺さ、ローマにしてたからさ。でもウィントスも好きやじゃないよ。まあまあ。はい、というわけで、3枚目は、じゃあ2枚目はイベントでした。じゃあ、最後いきますか。3枚入ってるね。3枚目。最後の枚目ね。オッケー。せーの、ドン。お、あ、え、ネーム入ってる。プレミアリーグだ。え、ネーム入り、ネーム入り聞いてない。え、みなみのじゃないか。みな、みなってあのみな、ネーム入りですね。ネーム入りなんだ。へぇー。エバートンか、エバートンだ。おー、いいじゃん、エバートン。いいじゃん、いいじゃん。ヒュンメイでだ、しかも。みなだ、みな。みなですね。みな、どこだっけ、国。あのね、ジェリー・ミナ選手ね、調べたらコロンビアでした。コロンビアボックじゃん、これ。でもネーム入って嬉しいな。ジェリー・ミナ選手とは、また、マイナーですね、カモさんにしては。で、今、フィオレンティーナに来たんですね、今シーズンから。一時、ワイスランでもいたけど、ミナ選手、ジェリー・ミナ選手、コロンビア代表ですね。うわぁ、マジか、嬉しい。ネームシワついてるけど、嬉しい。プレミアリーグ好きだからなので。エバートンなぁ、昨シーズンも結構、海の方に似てるなぁ、感じ遊びして。ネーム付きだよ。やったぁ。やったぁ。セゼクセル。ヒュンメルには守ってないから嬉しいなぁ。エバートンのまさかの、ジェリー・ミラ選手の、マーキング付きでした。やったこれ嬉しい。でも、よかったよかった。マンチェスターシティとか、この前踏まえた時ってどうしようかと思ったけど、俺ライバーチームの、ラチオとか、嬉しいけど、それはそれで。はい、というわけで、以上だよね。あー、なるほど。ビーバーガーバッグに入っているユニフォームに選手マーキングを組む場合、ユニフォームと顔着物マークをお達成を求め、連絡くださいということです。マーキングできんだ。じゃあ、コンビ代表にジェリー・ミナ選手つける。イベントスウェフイッチとか、ミニックもいいな、マーセリーで来てからので。悩みますね。はい、というわけで、
一回脱ごう、イベントさん。イベントに来てねえや、イベントに来よう。はい、イベントに来ました。やっぱ青似合うな、俺。青似合うな、俺。いやー、いいね。まあ、プレミアリーグ、ま、ワッペンがついてないですね、ちなみに。いやー、ジェリーミラ選手からびっくりしたな。XL ですね、サイズは。なんで、海外サイズの XL なんでちょっと余裕があります。これは、重ね着とかインナー着ても大丈夫。はい、ってなわけで、今回は、脱ぐか、これ。脱いで一回並べよう。はい、値段見ようぜ。値段はま、13,200円で買ったんだけど、このレプリコバックセット。値段見よう。まず、コロンビア代表。コロンビア代表の値段が、お、17,600円。ですね。オーシンディックなのかな、これってことは。書いてないかな。レプリカバックだけど、オーセンティックなのかな。17,600円。これでも取れちゃったね。13,200円で買ったんだよ、このバッグ。で、計算しよう。17,600円足す、ユエントス。ユエントスはネームなしで、レプリカだね、これは。レプリカなのかな、オーセンティックなのかな、これも。わかんない、違うかな。オーセンティック、あ、オーセンティックだ。ここに、ここで言われたことはオーセンティックなんで、オーセンティックで、ですね、これ。やば。で、16,000円。16,000円。16,000円。コミはオーセンティックか、じゃあこれ。オーセンティックだな、これは。あ、オーセンティック使った。オーセンティック使った、ここに。見えるかな。オーセンティック使った。オーセンティックに今入ってたビッグホークなんで。さらに、ミナ選手の、ジェリー・ミナ選手の、マーキング付きのユニフォーム。こちらが、12,650円。で、5万円いった。やばい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 。5万円いったんだけど。マーキングなしでこれ12,650円なんで、多分。マーキングって持っていくとすんで、思うんでね。やっば5万円が13,200円で買っちゃった。そしたら今回のビッグホークすぐなくなるよな。これ販売開始して5分くらいで買ったんだけど、もうその日のうち前世で完売したんで、これ青いの時最初、本体の2021年のリミテッドユニフォームかと思ったけど、青で白になったんで、水色に。と思ってるなと思ったけど、リバートンでしたね。13番の、13番山田美樹選手かと思ってた。ジリーナ選手でした。はい、というわけで、今回のビッグマックすごい、いいもの入ってました。オーセンティックじゃん。オーセンティックのネーム入りはやばいって。大丈夫なのこれ間違えてない？カモさん。俺が YouTuber だってこと分かって送ってきた？わかんないけど。というわけで、サッカーショップカモさん、ありがとうございました。また来年も買うかもしれないんでね。カモさんよく福袋とかも年末年始に発売してね、皆さん。カモさんね、福袋とか、リベイクバックとか、あと、いろんなサッカー用品もいっぱい売ってんで、ぜひ買ってみてください。というわけで、案件ではないです。で、ご視聴ありがとうございました。今日はチャンネルと、高評価、コメントや皆さんの感想を教えてくださって嬉しいです。X、Instagram の方お願いします。で、また次回、またお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ、またねー。嬉しいな。